買い物難民とは、過疎化や少子高齢化などの影響で、小売店の撤退や廃業により流通機能が弱体化するとともに、鉄道や路線バスなど、公共交通機関の廃止や衰退により、自家用車以外の交通手段が乏しくなったため、食料品や日用品など、生活必需品の買い物が困難となっている人々、またその現象。そのため、 交通弱者の問題とも重なり、買い物難民となる、大きな原因ともなる。また、医療機関への通院などに支障が出れば医療難民となる。ガソリンスタンドの廃業による SS 化措置の問題も買い物難民の一種である。2008年に出版された帯広畜産大学教授、杉田里氏の著書、買い物難民、もう一つの高齢者問題により、 社会問題としてこの語が知られるようになった。ただし、難民という語は、本来、政治的迫害や、武力紛争などから逃れて他国に渡った人を指すため、行政機関の公式サイトや公文書などでは、交通弱者と同様に、買い物弱者という用語を使う場合もある。特に過疎地などの地方において、問題となるが、高齢化の進展により都市部やその郊外の団地、 などでも発生している。閉店した駅前型スーパーマーケットの例。愛媛県西条市にて1999年撮影。この店舗は、最寄り駅の三部川駅から約350メートルの場所に立地していたが、2018年10月時点で建物は解体されている。右奥にかろうじて、P の看板が見える通り、 モータリゼーションの進んだ地方では集客のようとなる駐車場もわずかしかない。この会社は同月現在、付近の県道沿いにロードサイド店舗を構えている。全国商店街振興組合連合会に加盟する商店街の店舗数は2009年3月末で11961店となり、再生時の1997年に比べて約42000店。 商店街数自体も400カ所近く減少している。大規模店舗の進出を規制していた大規模小売店舗法が2000年6月に廃止された。なお、立法の趣旨は、均衡の取れた商業発展による消費者の保護であり、中小、個人商店の保護自体ではない。これに代わって大規模小売店舗立地法が1998年6月3日に交付。 2000年6月1日から施行され、立法趣旨が大規模店舗と、地域社会との調和に変わり店舗規模の規制はなくなった。これにより、大規模店舗出店へのハードルは低くなった。ただし商店街の衰退の原因は、大規模店舗の出店ばかりではない。モータリゼーションの進展による、公共交通機関の衰退、都市部への人口一極集中による過疎化。 少子化、高齢化及び世代による価値観の変化に起因する後継者不足など様々な要因が絡み合っている。また商店街や駅前シャッター通りなどの中小店舗が淘汰されるのみならず、百貨店やロードサイド店舗などの大型店舗が乱立し、証券人口に対してオーバーストアとなった結果、友倒れとなって閉店が相次ぐ例や、 大規模ショッピングモールが無謀な出店計画などにより衰退し、中には廃墟化して、デッドモールとなる例もある。住宅地の徒歩、自転車圏内で小売りを担ってきた、商店街や駅前スーパーの衰退の原因として、以下のようなことが挙げられる。モータリゼーションが高度に発達し、消費者の行動範囲が広い地方地域のみならず、東京23区などの都市部でも、 商店の減少で買い物難民が発生する事例が出ている。地方のスーパーマーケットと買い物客の軽自動車。愛媛県四国中央市にて撮影。郊外型ショッピングモールが地方へ出店したことで、これまで徒歩で来店できた地元の商店街が衰退したため、自動車、自転車等の運転が不可能ないし困難な高齢者や、障害者などの交通弱者や、 経済的理由で自動車を持てないものなどは買い物に困るケースも発生している。自家用車への依存度が高い地方ではもはや一家に一台ではなく一人に一台、すなわち一世帯に人数分の車を持つパターンも珍しくない。複数台所有する場合は維持費の安さから軽自動車が選ばれることが多く、そのため 軽自動車税の優遇税制見直し議論に対し、優遇がなくなり増税されると地方では、買い物難民が増えかねないという指摘がある。日本自動車工業会の調査では、軽自動車がなくなると、車が持てないと回答した層が30代で1割以上、高齢者層で2割以上存在する。また同調査で、車がないと支障が出ると答えたのは、 人口30万人以下の市では、通勤不可不便で4割、買い物に行けないで25%ほどである。さらに、人口10万人以下では、それぞれ5割、3割に増えている。また、日常の買い物における、移動距離が 5km を超えるという回答もある。近年は日本でもカーシェアリングが普及しつつあるが、現状では、需要が望める。 都市部にしか存在せず、また、本人名義のクレジットカードが必須となる場合が多い。車社会の地方では、レンタカーのサービスすら乏しい場合もある。このため、鉄道駅や市街地から離れた郊外型、ショッピングモールでは、買い物難民対策と集客を兼ねて、シャトルバスを運行する例も多い。運行形態は、 無料送迎バス、一般の路線バスと変わらないもの、ワンコインバスなどとして、運賃を安くしたもの、買い物により、運賃無料となるものなど様々である。実際の運行は、地域のバス事業者やタクシー事業者に運行を委託する場合もある。特に地方で多店舗展開するイオングループにおいては、店舗と駅などを結ぶシャトルバスの運行例が多数、見られる。移動販売。 宅配、買い物代行、交通支援、市民共同による、店舗誘致、朝市開催による、中心街復興施策など、行政を挙げて、取り組みが行われている地域がある。徳島ルのように自動車による、移動スーパーを手掛ける企業も現れている。また近年は、首都圏郊外でも、高度経済成長期に建設された、ニュータウンでの高齢化に対応し、 京王電鉄が沿線の多摩ニュータウンなどで自治体と提携して移動販売を始めるなど都市部でも買い物難民対策としての移動販売が広がっている通信販売事業を充実させ送料無料や当日中に配達可能とするなどサービスを向上させたりスーパーマーケットによってはネットスーパーの導入に取り組んでいるしかしインターネット注文であるためパソコンや スマートフォンなどの IT 機器が苦手な層には利用が難しいという問題もある。またネットスーパーは通販と異なり配送エリアが限定されておりエリア外だと利用できない。ネットスーパーは10店舗から商品をピックアップしてくるシステムのため配達可能な距離に店舗がないと利用できない場合が多い。中にはイオンネットスーパーのように店舗から離れた地域にも 配送センターを設け、そこから配達するシステムを取る企業もある。アメリカ合衆国のウォルマートの事例のように、商品数を多く扱える大規模店や専門店が出店する地元の住民が大規模店などで購買を行うようになり、駅前スーパーや商店街の経営が圧迫される経営を圧迫された地元商店が閉店し、商店街が衰退する。その後、 不採算等何等かの理由で大規模店、専門店が地域から撤退する結果として地域に商業インフラがなくなり、当地域の住民が買い物難民となるのような経緯を経て買い物難民が発生する場合がある。アメリカのアニメサウスパークのグレードーンではあまりの交通事故の多さに高齢者の運転免許剥奪条例を制定した結果、 自動車局の職員が買い物難民にする気かと高齢者から抗議を受け、それに対して老人ホームに入れと返すと別の高齢者が死んだ方がマシと発言するとこの問題を皮肉に扱った内容がある。ありがとうございます。